はい、昨日はですね、巨人のマイコラスがナイスピッチングでしたね。9回無失点、104球でしたかね。省エネ投球でしたけどね。ものすごくね、風が強い中ね、よくあんなにいいピッチングできたなと思いますけどね。言ってみれば、祇園あたりでね、芸事に興じてるみたいな感じですよね。どういうことかって、マイコは強風に慣れてるってね。ねずっちです。まあ、強風というより、昨日は寒風ですけどね。では、また。